アバチュー3年ソラチズリムと転校生のツイート二十歳1年ケンスケだよ3年タナツだ飛んで1年のアダゾだてめえらやる気あんのかドラミアロドラミアロおい、今日は拳じゃなくて口喧嘩で決めようじゃないかよ。おめえら二十歳はよ、偏差値が低いからよ、うわしりとりもろくにできねえんだってな。なめやがって。こいつおめえ得意なこと言ってやる。俺はな、取ることだけは得意だからよ。なんだって、なんて言ったんだよ。よーよー、おい、アマ中対畑中で口喧嘩しりとりで勝負しようじゃねえか。それハタコ2年コツだ。同じく畑高校2年ヤフだ。いいじゃねえか、先輩が見てる前で堂々と決着つけようじゃねえか。当たり前だよ、かかってこい。今回は先方地方大将参戦で勝負を決めようじゃねえか。そっちの大将誰だ。大将俺に決まってんだろ。そっちも大将俺で。おいおい、先方誰だ。俺だ。立ち位置が分かった。2回しかねえからな、今日は。うわ、十分十分、一瞬だよ。先生のじゃんけんだ。じゃあいいだろう。じゃんけんぽい。ああ悪いだよ。じゃあ最初の言葉を決めようじゃねえか。ああ、高校生の先生だ。お願いします。最初の文字を。最初の言葉、万引き。やっちゃいけねえな。最初の言葉はキレレディほい。昨日よ、おう、道歩いてたらよ、おう、悪そうな奴らがいっぱいいたから、おう、唾吐いてやったよ。おう、しょうもねえな。俺が見せてやるよ。おい、頼むよ。ヨットは砲はんねえよ。いらねえよ。勝ったぞ。やったね、またぞ。夜遊び30日目です。うわ強い。30日目、30日目、すごい。30日目やれ、いくぞ。水曜日は休みません。まさかじゃねえか。負けた。おいおい、何してんだお前。おい、全国間違えた。泣き声どうなんですか先輩、今のは判定お願いします。こんなもん誰か見ても分かってんだろ。わざわざ哲也さんの口開かすんじゃねえよ。すいません、すいません、すいません。先輩の勝者、またぞ。シャーッ。まずはいけ、健介、ピッチャーリオぶっ殺してやれよ。これ以上変な試合見せんじゃねえぞ。え、もうここがなんかボーナスゲームみたいになってるし、大丈夫ですか。ああ、俺が埼玉でなんて言われてるかしら。おぉ、YouTuber 界のなめだるま。もう勝ちでいいっすか。じゃあ、次のお題を行くよ。ズル休み。ズル休みか。ズル休みだけはすんの。よくねえな。悪いな。うん。では、次は勝った方は元助から言ってもらおうか。しゃあ。みかん畑のみかん、全部取って食ってやったよ。悪すぎる。悪いな。農家の人がどんだけ苦労して、みかん畑を作ったと思ってんだ。あれ、うまかったな。うまかったな。夜な夜な女を抱いた。しかも10人。そこで終わるのか。っていうのは冗談だよ。あ、なんか嘘じゃねえかよ。おい、大切な女一人。おい、何してんだよ。熱い部分もありやがる。だるまさんが転んだで振り向いたとしても走り続けてやった。ルールヤンキーだからな。単行部先輩に10個もつけてやった。うわ先輩に。先輩、あ、今回非常に難しかったが、悪さレベルで言ったら本当だ。だが、2人目の
男らしさに見せて今回はアマチュア1票くれてやるぞ。中学生、俺が見せてやるよ。おい、俺はな、本名龍志を着てんだよ。悪くなかったら好かねえだろ、この名前。お前の名前言ってやるよ。俺か、大き空だよ。綺麗だな。最後クギワット。悪すぎる。そうだ、すぎる。クギワット、クギワット、本物の男気ってもん見せてやる。おい、最初はグーじゃんけんぽい。ほら、うわー、勝ててやったから好きな方選びな。先行だよ、バカ。シャムラッシュ見せとっちゃうぞ、俺。おー、いきまーす。トイプードル昨日蹴っ飛ばした。うわー、何だお前。だからな、こういうのなんかパーンって蹴ってやるよ、ボケ。最低だ。本当はすんじゃねえぞ。やったね。卓球部のラケット全部素手の決まり作った。強すぎるだろ、こいつ。素手、負けるな、負けるな、負けるな。大丈夫、大丈夫。しかも考えした。タイマン負けたことねえよ。誰だよお前。先輩、最終戦なんで3ターンください。あ、いや、カップだけまでここで殺しますよ。やっちゃいましょう、龍翔さん。うん、用事全部喧嘩。強い。さ、やばいぞ。やばいぞ、やばいぞ、やばい。この後詰まってっから。うわ、めっちゃ笑ってますね。カトゥーンよりもギリギリで生きてんだよ。おー、すげー、聞いてない。勝てんぞ、決めちゃった。龍翔さん、よく見たら弱そうな顔してんな。うわー。おい、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 今のでいいのか。お、おいしい。おー、お前、埼玉でなんて言われてるの。言ってみよう。赤いカミソリで。カミソリ負けしてんじゃねえぞ。何言ってんだこれ。え、どっち。まだだ、まだ、今の時代よ。今の時代。軟骨にピアス15個開いてます。やばいぞ。15個開くのか。ほら、行くぞ。おっ、ちょっとください。好きな言葉は意地悪です。おお。どうですか、先輩。皆さん、今回の口喧嘩シリトリ発表です。今回の口喧嘩シリトリ勝者は、先輩たちのも見せてくださいよ。確かに、先輩たちの喧嘩も見せてくださいよ。すげえ。うん、いいっすか。うん、感謝。悪いね。悪いだろ。いいよ、悪いよ。悪い方、悪いだろ。悪い、悪いな。悪い、悪い。シャッ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 シャスターとか。いや、先輩だったじゃん。さすがにね。確かにな。シャでもいけるよ。あ、そうか。じゃあ、デッサン、じゃんけんしますか。はい、じゃんけん、じゃんけん、じゃあ、僕は俺が先行もらいます。おー、強気だぞ。じゃあか、
先輩行っちゃってくださいよ。あ、待ってお願いします。今相手貯めてんだよ。やばい、見せてくださいよ。大丈夫か、俺が行くか。おぉ、さすが高校生、オーラが違い。車輪のこれ全部折っちゃった。うわ、悪い。何もできない、何もできない。そうだ、ただの丸い何かが。乗れます、鉄のこんな自転車。いくぞ。はい、田んぼの農作物全部刈り取った。いやだ。よく見ればお手伝い。タバコ吸うときは逆から。うわー、マジで。やる、先輩かっけー。死にますよ。フィルター燃えてる。消えとるぞ。手紙しなくていいですよ、先輩。ラーメン屋というラーメン屋のガラス全部かち割ってやったぜ。うわぁ、悪い。極悪だ、極悪だ。すぎる。勝者、やめてこい。さあ、お前ら、はい、俺らの試合としてお前らもうちょっと頑張ってほしかったな。俺はそのうち2回目も開催させてもらう。それまでに、はい、あげとけ。ありがとうございました。お、いいぞ、頭上げろ。